はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、木の湯です。今回ですね、まあ使っていくエージェントはロックなんですけど、ちょっと特殊なロックをね、使っていきたいと思います。いやね、このロックはですね、持ってる人が多分限られてくると思うんですけど、すごいかっこいい。かっこいいロックさんですね。結構前から欲しかったやつがやっと手に入ったんで、そのロックちゃんをね、使って大暴れしたいと思います。あとね、そのエンブレムも変わってるんですね、このメダルの。かっこいいでしょ、この手。この手。いや、結構いいんじゃないですか、この手は。かっこいいですよね、手。手。この手ね、高かってんですよね。確かダイヤ60ぐらい。で、この紫色の色が100ダイヤぐらい。もうほんまにさ、つらい。だけどね、黄金ロック使っていきたいと思います。というわけでね、ロックですよ。ロック。ロック。黄金のロック。ロックマンですよ、俺。それを使ってね、やっていきたいと思います。これ見てください、これ。これ武器。かっこいいね。もうめちゃくちゃかっこいいね。モナークちゃんとかいるんで、どこ行くんだろうね。じゃあこっちの方がいいかな。俺はもう普通に取ってた方がいいかな。さあね、黄金ロクちゃんはね、解放条件がもう終わっちゃったんですけどね。悲しい。悲しい。もう終わった。黄金ロックね、解放条件はダイヤっていうね。ダイヤじゃない。オッケー。マスターリーグでシーズンを終了するっていうのが、条件です。ですね、私は、前回、マスターリーグで終わったので、オッケー、超えた。オッケー、ナイス。さあ、僕、あえてゴーストなんで、今のは。あえてゴーストの場合、距離取れば大丈夫です。よっしゃ。味方さんが強いですね、今回は。いつもね、これも。味方ゲーになるんですよね。ナイスローね。黄金のね、ロックちゃんかっこいいんですよね。とりあえずロックかっこいい。あとローネンがもうめちゃんこ強い。もうほんまに。もうね、強い、マジで。パス。無理だったか。 まあね、まあ黄金ロックと普通の、このロックのエージェントね、特に変わらないんですけど、まああるじゃないですか、今ブレイズとかさ、スキンが変わるみたいな、マイクラの。そうですよ。ケツにいますか。オッケー。ああ、俺感度。低感度だからそこいけねえよ。でね、私ね、感度25でやってるんですよね。みんなね、感度50とかいうね、50とか70とかね。みんなすごいっすよね、あれ。俺無理ですわ、あれ。あの感度は。難しすぎる。でもね、私やりますから。私負けないので。あ、失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。というわけで、今回は黄金ロックを使って、データ解消をやっていた。まあ、少しでも上手いと思ったチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。まあ、コメントしてくれたらね、なんと秒で返すかもしれないんで、よかったらね、コメントもしていってください。まあ、概要欄にね、何やったっけ、ラジオ動画とか、あと、モンタージュとか、あと、何やったっけ、
バーサスマダコンバーサスの、再生リストもあるんで、よかったらチェックしてください。よかったらね、見てください。というわけでお疲れ様でした。バイナラ、バイバイ。しゃあ、よかった、黄金ロック杖、黄金ロック杖っていうね、まあ、味方のローニンがえぐいほど強かったんだよね。強かった、楽しい。